九州北部地方は昨日に引き続き晴れて暑くなり、内陸部では猛暑日となる可能性もあり、熱中症に注意が必要です。午前11時前の西鉄久留米駅です。かなり強い日差しになってきていて、信号待ちをする際も皆さん日陰に逃げてらっしゃる方が多く見受けられます。久留米市では午前中から日差しが強く、午前11時半現在気温 32.2 度を観測しています。いや、もうめちゃくちゃ暑いです。本当にちょっともっと暑くなる前に帰ろうかなと思って今帰ってました。九州北部は今日も暑くなり、内陸部の久留米市などでは最高気温が35度と猛暑日予想で、沿岸部の福岡市でも最高気温は30度と真夏日が予想されています。紫外線対策やこまめな水分補給など熱中症対策が必要です。